はようございます。いばきらモーニングのお時間です。番組を担当するのは私、学生パーソナリティの山口由佳です。よろしくお願いします。最近私は映画鑑賞にハマっています。昨日見た映画はゴッドファーザーというとても面白い物語でした。とっても奥が深いのでおすすめです。それでは今日の茨城県内のお天気の情報をお伝えします。本日3月6日のお天気はこちらです。今日も一日中晴れとなるでしょう。日中の最高気温は17度となっています。今日も一日暖かい日が続きそうですね。皆さん頑張っていきましょう。以上、お天気の情報でした。続いて茨城新聞朝刊を見ていきましょう。本日の一面はこちらです。 TPP 事前協議、米自動車関税で譲歩と自民県連が知事選協議、県議団集約至らず。こちらが今日の一面となっています。それでは本日の注目記事を見ていきましょう。最初に紹介する記事はこちらです。県立校入試に22,271人挑戦。県立高校の学力検査が5日、全日制92校、定時制11校で一斉に行われ、全体で22,271人が5教科の試験に挑みました。志願取り消しと欠席を除いた受験倍率は全体で 1.05 倍。県教委によると、各校からトラブルや出題ミスの報告はないといいます。合格発表は13日。県教委によると、全日制・定時制を合わせた志願者数22,546人のうち、私立校の合格などで219人が志願を取り消し、56人が欠席しました。実受験者数は全日制が21,729人、定時制が549人、受験倍率は全日制が 1.07 倍、定時制は 0.68 倍となりました。今年から推薦入試が廃止され、当日の受験者数は昨年より約4200人増えたそうです。また、今年から導入された特色選抜の面接や共通選抜の実技検査などは6日に行われる予定になります。続いて紹介する記事は、私、山口由佳の注目記事になります。私の注目記事はこちらです。常陸太田で寝る人形展、優しい表情の35体。常陸太田市追流町で米粉を使ったこだわりのパンを提供している米粉ハウス悠々を会場に、布と毛糸と綿で手作りする優しい風合いを特色とした寝る人形展が開かれます。寝る人形教室を主催する久米川さんが展示に合わせて準備した新作を発表。穏やかな表情の家族や子供、お年寄りなど15組35体が揃います。テーブル席の隣にある和室の4畳半に展示する予定です。会期中には6回ほど、久米川さんが講師を務め、
人形作り教室を合わせて開催します。3回参加すると人形が1体完成するといいます。またパンセットのランチがつくそうです。会場のゆうゆうは昨年9月旧追流小学校東側の高台にオープンしました。米粉にこだわる田んぼのパンを提供、庄内産コシヒカリを使い、表がカリカリ、中はもちもちのパンを焼き上げます。取り寄せた有機野菜、スープと組み合わせたメニューを揃えるほか、夫妻でパンの教室も開いているそうです。寝る人形、写真で見た感じだととても優しくてあったかい雰囲気がしますね。私は米粉ハウスゆうゆうの田んぼのパンというのもとても興味があります。以上、茨城新聞朝刊ピックアップでした。続いてはインフォメーションのコーナーです。毎月1日は交通安全の日です。県内では年明けから交通事故が多発しています。特に交通事故で亡くなった高齢者数は2月17日時点で16人に上り、全国ワースト3位の状況です。高齢者を交通事故から守るため、ご家族の中で歩行者や自転車を利用している方には、夕暮れ時や夜間に外出するとき、明るい色の服装で反射材を着用するように呼びかけてください。また道路を横断するときには、できるだけ横断歩道を利用してしっかり安全確認をするように呼びかけてください。そして周りの方も交通事故を起こさないために、車を運転するときには夕暮れ時から早めにライトを点灯して、こまめに上向きライトに切り替えるなど、歩行者や自転車をより早く見つける工夫をお願いします。スピードを控えて十分な車間距離を取り、正しい交通ルールやマナーで思いやり運転に努めましょう。詳しくは県安全なまちづくり推進室までお願いします。茨城県赤十字血液センターでは、10代と20代の方を対象にキャンペーンを行っています。現在、茨城県内の献血者はおよそ5割を30代と40代の方が占めており、10代20代の献血者はおよそ2割と少ない状況です。そこで将来における輸血用血液製剤の安定供給のため、10代20代の方を対象に3月31日までヤング血液キャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中は人気アニメナルトとのコラボ記念品のほか、ヤング血液キャンペーン限定の豪華な記念品をご用意しています。対象は16歳から29歳までの方です。県内各献血ルームと移動献血バスを会場に行います。キャンペーンの詳細や移動献血バスの会場については、茨城県赤十字血液センターのホームページをご覧ください。皆様のご協力をお待ちしています。魅力満載の光国伝ツアーのお知らせです。このツアーは大河エンターテインメント小説光国伝の主人公でもある徳川光国公ゆかりの地を巡るもので、光国伝の作者生方斗さんとの交流をメインに企画されています。ツアーの中では生方さんと直接話せる交流会や、個別に写真撮影をする時間も用意しています。出発日は3月10日日曜日、東京駅発着の1泊2日プランと水戸駅発着の日帰りプランがあり、代金は東京駅発着プランが24,800円、水戸駅発着プランが9,800円です。ツアー参加者には生方等サイン入りオリジナル手ぬぐいのプレゼントもあります。このツアーのお申し込みお問い合わせは JTB 関東法人営業水戸支店までお願いします。県主催のモニターツアーには、この他にもこれまでになかった面白いツアーが目白押しです。
茨城県の観光情報サイト観光茨城に詳しい情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。県ではいじめの早期発見早期解消を目指して、県内5カ所の教育事務所の中にいじめ解消サポートセンターを開設しています。センターでは来所や電話などの相談に加え、ホームページ上にいじめなくそうネット目安箱を開設し、メールと書き込みによって相談や情報提供を受け付けています。気づいたこと、心配なことがありましたら相談や情報をお寄せください。寄せられた相談に対しては、必要に応じて警察 OB や臨床心理士、社会福祉士などの専門家を学校などに派遣し、早期解消に向けて学校や家庭をバックアップする体制をとっています。また保護者の皆様にはカードやリーフレットを配布しています。いじめ発見のためのチェックリストも掲載していますので、項目を確認いただき、お子様の様子と照らし合わせてみてください。少しでも不安なことがありましたら、学校やいじめ解消サポートセンターにぜひご相談ください。詳しくはいじめ解消サポートセンターまたは県教育委員会のホームページをご覧ください。県庁4階のいばきら TV スタジオから山口由加がライブで配信してきました、いばきらモーニング。今日の山口豆知識はカニについてです。カニって美味しいですよね。冬の味覚の王様とも言われています。そんなカニの中で分類がカニ類ではないカニがいることを知っていますか？実はタラバガニはカニ類ではないのです。タラバガニは実はヤドカリ類に分類されています。また通常カニの足が10本なのに対して、タラバガニは2本少ない8本となっているのも特徴的ですね。カニの話をしていたらなんだか食べちゃくなっちゃいました。以上、山口豆知識でした。この後はオンデマンド番組、そして12時20分からのライブ番組、いばきら TV ステーションをご覧ください。番組の最後は皆さんからの行ってきますメッセージでお別れです。それでは引き続きいばきら TV をご覧ください。高校の友達です。笠間です。ケーキを食べに行きます。いや、モンブラン食べます。笠間にケーキを食べに行ってきます。みんな今日はお休みですか？はい。学校の同級生？はい、はい。今日はこれからどこに行きますか？遊びに行きます。みんなスポーツ何かやってる？サッカーです。みんなで遊びに行ってきます。お二人のご関係？友達です。今日はどちらに行くかですか？映画見に行ってきます。今日は映画終わった後は、その後の予定は焼肉で、好きな焼肉の種類え、タン塩モツです。いっぱい食べてきてください。映画見に行ってきます。お二人のご関係は？幼馴染です。今日はどちらにおる？予備校に。一番難しい科目は何ですか？数学です。やっぱり得意な科目は？言えない。これから予備校に行ってきます。